いざ出動、一撃でクリアだ。いやあ、こんばん。凛子先輩じゃねえか。なぜここに。いい景色だな。さすが亭主が自慢するだけはあるな。あの亭主のせいかよ。これどうしよう。一体どうすればいいんだ。それにしてもさっきの声からして先客がいるようだったが、こっちか。やばい。すみません凛子先輩。風魔？どうやってここに？ほう、つまりお前は店主からこの秘湯のことを紹介され、先に温泉を楽しみに来ていたということか。さすが凛子先輩、分かってくださったんですね。そんな話信じられるか。亭主は確かに私だけに教える秘密の温泉だと言っていたんだ。これは私に意地悪ないたずらをするためお前が企んだことなのだろう。そんな、凛子先輩なら信じてくれると思ってたのに。今回だけだぞ。この小賢しいやつめ。それにしても、せっかくの温泉なのにそれでは体が冷えるのではないか？私は先に上がるから、お前はゆっくり楽しんでから上がるがいい。いいえ、俺が上がりますから。凛子先輩は温泉を楽しんでください。いいや、せっかくの温泉だろう。お前こそ普段の疲れを取ったらどうだ風魔。いやいやいや、凛子先輩こそ、ほう、私の言うことは聞けないというのか。凛子先輩こそ、後輩の頼みは聞いてくれないんですか？ヘクシェル！おぉ！フーマ！ありがとうございます、凛子先輩。顔が近いぞ。いい加減自分で立たないか。すみません。まったく、
お前ってやつは。それじゃあ二人で一緒に温泉に入るってのはどうでしょうか。なんかありましたか、凛子先輩。いやいや、お前からそんな誘いを受けるとは思わなかったのでな。違います。ただお互い延々と譲り合ってるよりは一緒にその二人で一緒に温泉に入るのはどうでしょうか、なんて。ああ、凛子先輩。え、何あの雰囲気。めっちゃ入りづらいんだけど。甘々ですね、お二人とも。